どうも、あかつきです。今回は日本の蒸留所巡り第4弾ということで、岐阜県にある飛騨高山蒸留所をご紹介します。こちらの飛騨高山蒸留所は今年2023年に廃校となった地元の小学校を再生させる形でウイスキーの蒸留所事業を開始させ、富山県の三郎丸蒸留所の協力のもと、世界でも希少な鋳造型ポットスチルゼモンを導入したクラフト蒸留所です。今回はいろいろな偶然とご縁に恵まれて、蒸留所の撮影、取材、そして、このチャンネルでは初めてとなる代表の有栖弘樹さんへのインタビューまで行わせていただきました。ウイスキー作りに真摯に向き合う姿勢はもちろん、地元飛騨高山への熱い思いや地域コミュニティの活性化など、一つの蒸留所に込められたたくさんのストーリーをインタビューを交えながらお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。暁とウイスキー。飛騨高山蒸留所は古い町並みが残る観光地としても有名な岐阜県高山市の中心部から車で約40分の山あい、標高約900メートルの場所にあり、蒸留所のすぐそばには高根第二ダムというダムもあるため、豊富な水源や湿潤な気候にも恵まれています。蒸留所の施設は2007年に廃校となった旧高根小学校を利用して作られた日本でも珍しいクラフト蒸留所。そんな蒸留所を立ち上げたのは、飛騨高山で200年以上の歴史がある日本酒の酒蔵船坂酒造店社長の有栖弘樹さん。日本酒メーカーがウイスキー事業を立ち上げる、最近ではよく聞くパターンかと思うかもしれませんが、有栖さんの場合は少し違ったようです。もともと船坂酒造店は2009年に出荷量の減少や後継者がいないなどの理由で、有栖さんのご実家である有栖グループが事業を引き継ぎ、酒蔵の経営再建に乗り出したのが日本酒事業を始めたきっかけでした。当時東京でコンサルティング会社に勤めていた有栖さんは、25歳の時に飛騨高山に戻り船坂酒造店に入社します。旅館業や観光業を手掛ける有栖グループの事業との掛け合わせなど、さまざまなアイデアによって見事に低迷していた船坂酒造店を立て直すことに成功するんですが、その後に待ち受けていたのはコロナショック。またも日本酒事業は落ち込んでしまいます。そんな状況の中、有栖さんが訪れたのは富山県にある若鶴酒造。この若鶴酒造への訪問から飛騨高山蒸留所の計画が動き始めたと、有栖さんは当時のことを振り返っています。もともとは三郎丸蒸留所の方に足を運んだ時は、もともとそのウイスキーを作るために運ばれたっていうことではないんですか？そうですね、日本酒、やっぱコロナ禍で日本酒事業が非常にこうどうしようかと、悩んでる時に、北陸の方ともう少しこう連携を取って日本酒を再生させるべきじゃないかなと思ったものですから、三郎丸蒸留所さんがあるっていうことは知ってましたけど、はい、どちらかというと若鶴酒造さんの方に、なるほど、はい、お邪魔をするという目的で、お邪魔した次第です。なるほど、はい、そこで、ウイスキー作りを目の当たりにした時に、これはっていう、そうですね、思いが芽生えられたというか、はい、私がまず日本酒でとっても感動したことがありまして、初めて、蔵に戻ってきてですね、新酒を飲んだ時に、新酒の美味しさに背中に電撃がバーッと走ったんですよ。で、こんなに日本酒って美味しかったんだって感動体験を帰ってきたばっかりの時にしたんですけど、実は三郎丸蒸留所に行った時にその感動体験と同じ電撃がですね、ウイスキーの工場を見てる中でバーッと走りまして、ぜひウイスキーやりたいなと思いました。それを稲垣さんにも伝えたところを心よく手伝ってくれるということもあって、これならできるかなということで決心した次第です。再び直面した日本酒事業の危機に出会った三郎丸蒸留所。
そこで芽生えた縁が最終的に三郎丸蒸留所が開発した世界初の鋳造型ポットスチルゼモンを導入するきっかけになったということです。ではなぜ廃校になった小学校に蒸留所を作ったのか、現在の場所に蒸留所を構えた理由についても聞いてきました。それからこの飛騨高山で蒸留所を立ち上げられるっていうのを決められたわけなんですが、この小学校を選ばれた、またこのダムの近くという環境を選ばれた理由っていうのはあるんでしょうか。はい、おっしゃる通りで、いろんな候補地があって、その中で、どれにしようかということだったんですけど、選ぶきっかけとして、3つ大きなポイントがあったかなと思っています、はい、1つ目はウイスキー作りにやっぱり大事なですね、水が豊富に取れるということ、で2つ目は湿度がしっかりと安定していて湿潤な環境であるということ、で3つ目は広大な敷地が取れるということ、はい、これらがまず担保できないとですね、将来に向けてウイスキーを作ったとしても、施設の狭さとかいろんな条件でですね、ウイスキー作りが続けられなくなるっていうのはいけないなと思ったので、はい、まずそこを大前提に考えました。で、最終的な決め手の大きなポイントは、ここにもありますけれど、当時の子どもたちのですね、大切な思い出が、はい、この学校には残っていて、高山自体もそうですけど、やっぱり古いものがですね、宝として、残せると、ウイスキーの授業が入ることによって、地域の宝を将来にまたバトンつないでいけるっていうことを我々の蒸留所のストーリーに、一つ加えたいなという思いから、ここに最終的にはしようと決めました。なるほど。私も実際校舎の中を回った時に、なんかこうとても懐かしい気持ちにもなりましたし、この小学校自体も50年近く前の建物ということで、これから飛騨高山蒸留所が歴史をこうつなぎ続ける中で、この先の未来に地元の貴重な小学校が残り続けると思うと、地元の方にとっても胸が熱くなるような、そんな蒸留所だなっていうふうに私も思いました。暁とウイスキー。はい、ここからは実際に蒸留所の映像を中心にご説明していきます。高山市中心部から国道361号線に沿って山あいの方に車を走らせていきます。 Google マップで見てた印象とはかなり違って、国道すごく整備されていたので、ストレスなく運転して登っていくことができました。蒸留所に到着すると、まさにタイムスリップしたかのような古い校舎が迎えてくれました。見学に行った場合はこの旧校舎も歩いて回ることができますので、ぜひ1階だけではなく2階などにも足を運んで、当時の子どもたちの思い出の教室なんかも見ていただければ、すごくノスタルジーな気持ちに浸れると思います。こういった黒板に書かれた絵や文字も2007年3月のまま綺麗に時が止まったように残っているということで、たくさんの思い出が詰まった校舎の中で飛騨高山蒸留所のウイスキーはゆっくりと時間をかけて熟成をされていきます。そしてほとんどの蒸留設備が、まとまっているのが体育館の中ということで、早速入っていきましょう。実際私が見た感想はですね、体育館の中ではあるんですけど、それぞれの設備がすごくコンパクトにまとまっているなという印象でした。今現在はスコットランド産のノンピートバッグを使用しているということなんですが、ゆくゆくは岐阜県産の大麦なども使ってみたいというふうにおっしゃっていました。粉砕された麦芽はこちらのマッシュタンに入って、じっくりと透過作業が行われます。
実際に投下作業が終わった一番麦汁を少しだけ飲ませていただいたんですが、ものすごく甘くて大麦のいい香りがしていました。投下が終わった麦汁はこちらの木桶の発酵槽に移され、約4日間ゆっくりと発酵工程に入っていきます。発酵に使う酵母も今いろんな種類を試しながら、ウイスキーの味わいや香りにどういう変化があるかを確認している段階ということでした。そしてこちらの蒸留所見学の魅力は、体育館上のキャットウォークを利用した見学コースで、こういった蒸留作業などを上から見ることができます。さらにキャットウォークを歩いて下っていくとステージ裏に出ることができるんですが、そこでは蒸留機ゼモンを間近で見ることができました。これだけ間近に蒸留所の設備、特にポットスチルを眺めることができるのは日本のクラフト蒸留所の中でもかなり珍しいと思いますので、来年の春以降一般見学がどんどん開始されてくるタイミングで、ぜひ皆さんも見に行っていただければなと思います。暁とウイスキー。私が今回蒸留所を訪問してこう一番印象に残ったこと、感じたことっていうのは、やっぱり代表のアリスさんがとてもこうまっすぐで、ウイスキー作りだけではなくて地元飛騨高山に熱い思いを持っていろいろなことにこうチャレンジされているなっていうふうに、率直に感じました。ゼモンという特徴的な蒸留機だけではなくて、地元飛騨高山の家具屋さんと連携をして飛騨バレルというオリジナルの新ダルでの熟成もスタートをさせています。さらには蒸留所のそばにある高根第二ダムの中のスペースでウイスキーの樽を熟成させるダム熟成なども実験的に行っているということで、本当にこれからの原酒がとても楽しみですね。また何度も旧高根小学校の子どもたちのことをお話しされていたんですが、実は今年の2023年の3月25日に開校式という形で蒸留所を指導させ、2007年当時の卒業生在校生の方も招待されたということです。この3月25日というのは2007年3月24日の閉校式から丸16年後の翌日だったということで、本当に映画のストーリーを見ているような感覚にもなりました。最後に代表のアリスさんに今後の飛騨高山蒸留所のウイスキー作りやウイスキーファンにどのように楽しんでもらいたいかという方向性について伺ってきました。具体的にウイスキー作りをされるにあたって、この飛騨高山という土地で、アリスさんがどういうふうなウイスキーを世に出していきたいっていうふうにお考えになってますか？はい、もともとここの蒸留所の特徴としては、サブローマル蒸留所と同じですね、ゼモンという国産の鋳造型蒸留機を導入させていただいております。はい、でサブローマルさんはどちらかというとピートにこだわってですね、原酒作りをされていらっしゃいますので、我々飛騨高山としてはそれと反対にノンピートの形をですねメインにして、ウイスキー作りをしていきたいなと思っています。その意味では非常にリッチな味わいかつ華やかな香りがするようなウイスキーをですね作っていきたいなと思っていまして、多くの方々に私が日本酒で感動したあの電撃が走るようなですね美味しいウイスキーを楽しんでいければ嬉しいなと思っています。それからウイスキーファンの人たちとしては、気になるのはおそらく、今後発売される、ウイスキーかと思うんですけど、ニューメイクとかニューボーンなど、近い将来こう段階的に楽しめるような商品のリリースの予定はあったりするんでしょうか？はい、今ですねクラウドファンディングをしていただいた方を中心にですね、ニューポット、ニューメイクですね、はいは一部販売をしたりお届けしたりということをしております。でこれから我々もいろんな樽でですね熟成はしておりまして、飛騨の日清木工という家具屋さんで作られた飛騨バレルというのにも、はい、ニューポットを入れてですね熟成をしてますので、そんなものをもしかしたらニューボーンで、熟成見ながらですね出すかもしれませんし、3年後今ですね、シングルモルトとして
我々のウイスキーを出していきたいなと思ってます。それとは別に今ワールドのウイスキーをですね、いろいろと集めていまして、それを我々のスタッフたちと一緒にブレンドをどうやってやろうかという勉強のためにも使いながら、ワールドブレンデッドウイスキーのようなものをですね、発売していきたいなと思っていまして、我々が今から作っていきたいウイスキーのモデルとなるようなものをですね、お出ししながら、来たるべき3年後のシングルモルトのブレンドに向けてノウハウを積み、美味しいウイスキーを3年後に出していきたいなと思っています。来年以降の一般見学、どのぐらいのペースで見学をこう全国の方に開かれていったりとか、あとは将来的にこの飛騨高山蒸留所に来られる方にどういった、サービスというかですね、楽しめるものを提供したいというふうに考えられています。はい、はい、来年以降はですね、3月の中旬ぐらいに作りの再開を予定しております。その後4月ぐらいからでしょうか、月に何回か、例えば土日、第何週の土日とか事前に告知をさせていただきながら受け入れるということをしていこうかなと思っていますので、各月ぐらいで、固定の日になると思いますけど、一旦はそんな形で運用しながら、お客様の反応を見てですね、そこは変化をさせていこうかなと思っています。もちろん通常の見学は当然なんですけれども、特殊なものとしては理科室なんかがありますので、理科室で、いろんな原種のブレンド体験なんかも開催していきたいなと思っていますし、グランド今はちょっと工事の関係で、すぐに使えないんですけれども、使えるようになりましたら、とっても星空、ここ920メートルの標高で周りに何もないもんですから、星空がすごく綺麗なんですね。でその星空を見ながらですね、我々の作り出したウイスキーを片手にキャンプファイヤーを眺めながらですね、こう飲んでいただくような、感謝の夕べみたいなのもですね、できれば嬉しいななんてことを思っています。ものすごくいいです私も最近キャンプを始めたので、はい、なんかそういう焚き火を見ながら、この地に来て星を見ながらウイスキーをこう飲みながら、こう飛騨高山蒸留所を感じれるっていうイベントがもし実現する時が来たら、はい、本当に多分皆さんも来たいなと思うと思うので、はいはい、ぜひ楽しみにしてます。ありがとうございます。視聴者の方もウイスキー好きな方大変多いので、すごくこう飛騨高山蒸留所気になる方も多いと思いますので、はい、最後にちょっと一言だけ視聴者の方に、はい、いただけたら嬉しいです。飛騨高山蒸留所ですね、学校を使ったとっても珍しい蒸留所になっております。愛すべき飛騨高山が多くの人に知っていただける機会になるかなと思ってますので、ぜひ皆さん飛騨高山蒸留所に来年以降足を運んでいただければと思います。お待ちしています。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回はインタビューも交えての蒸留所紹介でしたが、いかがだったでしょうか。これだけ多くのストーリーがつながった事業っていうのはウイスキー事業に限らずあんまりないんじゃないかなと思うくらい、この飛騨高山蒸留所にはたくさんの人たちの思いが込められてるんだなというふうに感じました。実は私自身もアリス社長とは偶然他の蒸留所を訪れた時にお会いするというものすごい確率のご縁で今回の蒸留所訪問が実現をしました。そしてこの動画をご覧になった皆様がまた飛騨高山蒸留所と何かしらのご縁が芽生えて、これからのウイスキーライフの楽しみの一つになればいいなと心から思っています。今後もこういった日本のクラフト蒸留所の紹介動画もどんどん作っていきますので、日本のウイスキーに興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。